アプデがあったですよね。新規コンテンツ乱闘場追加だってだ、虚無ね、虚無のオーラ。あ、乱闘場楽しかった。浮所さんは多分その頃ね、リアルで乱闘会議室で乱闘してましたけどお前やれって言ったこと一切やってないのに何文句言うのみたいなそれ僕のせいにしますみたいな昨日のこの時間は乱闘してましたけど私もしかもこっち別に報酬なんももらえない参加賞とかないで虚無のオーラ虚無のオーラね。で新規装備勲章ね。はい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 。 PC 版に UI 非表示ができて、あ、これどうやって表示すんの。あ、出てきた出てきた。で水着が来ましたと。虚無のオーラ要求素材が辛くて失敗した時撮影モード今なんかエスケープキー連打してたら帰ってきた虚無のオーラはこの虚無のオーラっていうやつで、なんかこのね、鮮やかな職人の魂とかを材料にして、まあ、ここの数字を多分上げてくんだよね。こいつを材料にして。スキル上げるのと共通のやつやめろで、ここで上がるやつが、この虚無のエッセンスってやつを使ってあげると、ここで上げたやつが、反映されてバフかかるっていうことで合ってる。一応雑貨屋さんで5000円ぐらいで売ってるんですよね、あの虚無のエッセンスってやつはさ。ここの数字を上げていきたかったら魂でこれをヒュイッとしてあげると成功するわけよ。次は防御力がヒュイッと上がるわけよ。お金が足りない。基地用は貧乏。嘘じゃん。いけっかな。攻撃力増幅 1% ついちゃう。ほい。うい。順調。お金がない。1万5000しかないわ。80% 3連続で成功したけどさ。で、これで上げただけでは別にここで。上がった数字は特に我々に何も反映されなくて、今僕の攻撃力が187ね。これをポチッとしてあげる。強いよね。10分か。なるほどね。10分、1時間で3万でしょ。魂ね。いや、スキルレベル今上げたいもんね。ぐぬぬ。いろんなクラスに手出してるとスキルレベル上げるやつとか死ぬほど足りなくなるんで絶対おすすめしない。まあ2つまでだな。1つのクラス選んでスキルレベル10目指した方が絶対強い。よ、ギリギリのギリギリで入るとものすごく少ない部屋に入って美味しくなるっていう現象が昨日確認された。超ギリに入るとトップランカーだらけ。ギリ法上入れなかった。はは。連携スキル、そう、カメラは変わりますけど、2、3回見たらもう飽きるんで、アニメーションオフにする。アニメーションオフできますね。設定かな？戦闘の設定か何かから変えられた気がする。あ、これだ。連携スキル使用時専用演出。使用しない。なんかこの子だけ、ボスっぽい感じだけど自動戦闘で勝手に殴ってくれるよね。マルデクさんとかはクリックしないとやってくれないけど、こいつはなんか自動戦闘してたら勝手に殴ってくれる。チャンネル2に戻っちゃうマイチャンネル、どうやって戻したらいいのかしら。この間のアップデートでチャンネル2がデフォルトになったので戻す方法はないです。変異体のたびに1チャンネルに飛ぶ。結構もうトゥリアとかもチャンネル3ぐらいまである場所増えましたけど、何対策なんだろうね。なんかボットとか混雑対策ではない気がするけど、みんながチャンネル1じゃなくてデフォルトが2になると何がいいんだろうね。変異体行ったら空が明るくてはてなはてなはてな。お兄ちゃんに行く。でも変異体行くときはもう飛んだらすぐにチャンネルを1に変えないといけない。みんながみんな1ちゃんにいると困るものってなんだろう。混雑すぎてボスに行けない。なるほどね。ボス用か。ボス関係ない人たちが1ちゃんで狩りしてることによって1ちゃんにボス行きたい人たちが行けないのか。なるほどなるほど。ボスとかに興味ない人は1ちゃんから出てってくれよっていうことだ。